こんにちは、谷一です。今日はですね、土曜杯ということで、僕はだいたい競技の朝はね、こういうまずストレッチをしてからね、阿南カントリーの方に向かいます。もう若い時はね、いきなり打てたんですけどね、最近はやっぱり怪我したらもうゴルフ人生も終わりなのでね、まず肩の裏とか腰を伸ばす運動をしてね、で、まあ、ストレッチポールを使って、まあ、これも肩の裏、肩甲骨を伸ばしたりとかね、しております。今度は腰を伸ばす、まあ、ローラー代わりにしてね、今度は肘、肩を伸ばす、伸ばすことが大事ですかね。で、次はですね、まあ、血の循環を良くするためにこうトランポリンで跳ねたり走ったり、そしたらね、体が熱くなってきますんでね、今冬ですからね、寒いですよね。ですから多少熱くなるように、で、まあ、バランスボールを使った素振り、これは上半身で、まあ、打つ練習、これはもう腰のひねり、これは得意なフラフープ、これも結構汗かくぐらい回しますね。で、最後はロブショットをしてそのままアナンカントリーに向かいます。